み落として望遠鏡を覗き込んだ静寂を切り裂いていくつも声が生まれたよ。明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかった。今という放棄をし君と二人追いかけてた、oh yeah. 気がつけばいつだってひたすら何か探してる。幸せの定義とか悲しみの置き場とか生まれた死ぬまでずっと探してる。さあ始めようか展開感想大きい星を探して、今まで見つけたものは全部覚えている。君の震える手を握れなかった。